エンゼルスの大谷翔平投手と本塁打王を争うアーロン・ジャッジ外野手、ヤンキースは、直近7試合で3発と好調を維持、今季は故障で離脱したものの、8月と9月で計15発と本塁打を量産し、9月26日、日本時間27日の試合終了時点で、ア・リーグトップの44本塁打を放つ大谷と9本差しの同4位につけている。 映像、大谷、左打者最速逆方向弾で貫禄バット投げ今季、ジャッジは右足親指の人体帯断裂で約2か月間離脱。本塁打数は44対35で大谷がリードしているが、解析ツール、スタッドキャストを活用した、ベースボールサーバントのデータによると、 今季これまでに両優が放った本塁打の最長飛距離と打球速度でも大谷が上回っていることがわかる。両者の今シーズン最長飛距離大谷翔平イコール493フィート150年3月メートル、今季 MLB1 位、アーロン・ジャッジ464フィート141年4月メートル、同15位、両者の今シーズン最速打球速度 大谷翔平イコール118.6マイル、190年9月キロ、同3位、アーロン・ジャッジ116年9月マイル、188年1月キロ、同9位、年間62本塁打でア・リーグ最多記録を樹立した昨季ジャッジは最長飛距離465フィート、141年7月メートル、で大谷の同462フィート、140年8月メートル。 おお差で破っており今期はそれが逆転したなお打球速度の最速は、昨季も大谷イコール119.1マイル、191年7月キロ、ジャッジ118年4月マイル、190年5月キロ、で大谷に軍配が上がっていた。ちなみに両者の自己最長飛距離は大谷イコール493フィート、150年3月メートル。 ジャッジ496フィート、151年2月メートル。自己最速の打球速度は大谷イコール119.1マイル、191年7月キロ、ジャッジ121年1月マイル、194年9月キロ、といずれも現時点ではジャッジが上回っている。2021年以来3シーズンの本塁打数は大谷が46本、34本。 44本で、ジャッジは39本、62本、35本と推移。単年で比較すると2対1で大谷だが、3年間の通算では124本類だの大谷に対して136本類だとジャッジがリードしている。ヤンキースは今季残り5戦、共に故障に悩まされたメジャー屈指の両スラッガーだが、来季どのようなホームラン王争いを繰り広げるかも注目される。 ABEMA スポーツチャンネル」。